極東ロシア、極東ロシア、極東、ロシアは、ロシア連邦のうち、極東に分類される地域を表す用語である。極東ロシアにはノバイカル湖から太平洋に接する地域までの範囲が含まれる。ロシアの広域行政区画である、極東連邦管区はこの地域全体を含み、西はシベリア連邦管区と接している。ロシアでは、この地方は通常単に、 極東、もしくは東アジア、として言及されることが多い。ロシア帝国は1647年にオホーツクの設立をもって太平洋岸に到達し、19世紀に極東ロシアを支配下に収めた。遠海州は1856年にロシア帝国の独立した行政区画として設立され、ハバルフスクに行政の中心が置かれた。 極東という名称は二十世紀前半にはすでに存在していたが、年代によりその定義は少しずつ異なる。二千年まで極東ロシアは公式に定められた境界の定義がなかった。ウラル山脈以東のロシアの地方に関しては、単一の用語であるシベリアと極東が使用されることが多く、シベリアと極東に明確な境界は設けられていなかった。 2000年、ロシアの連邦構成主体はより大きな連邦管区を創設することを決定、極東連邦管区が設立された。この極東連邦管区は、アムール州、チュクチ自治管区、ユダヤ自治州、カムチャツカ州、コリアーク管区、ハバルフスク地方、マガダン州、沿海地方、サハ共和国、サハリン州から成り立っていた。2000年以降、ロシアにおいて、 極東という用語は次第に極東連邦管区を指す用語として用いられることが増えているが依然として極東は曖昧さを残したまま使用されていることも多い。連邦管区の境界が定まったことで極東は620万キロメートル以上、ロシア全体の面積の3分の1以上の面積を持つ地域となった1900年代前半のロシアは 太平洋地域において海上貿易と共に海軍が駐留できるような不登校を強く求めていた。当時一番新しく開港された太平洋岸の港ウラジオストクは夏の間しか港として納していなかったが満州の旅順港は一年中機能していた。日清戦争後1903年に日本とロシア帝国政府の交渉が失敗に終わると日本は朝鮮や その隣接地域の権益を守るため戦争を選んだ。一方、ロシアは戦争を政府の抑圧や複数のゼネラルストライキの余波で起きていた愛国決起集会による民衆の不満をそらすための手段として見ていた。日本は1904年2月8日に戦線布告を行ったが、日本が戦線布告を行う3時間前にロシア帝国政府はその情報を受けており、 大日本帝国海軍は、旅順港で、ロシア帝国海軍局等部隊と戦闘に入った。ヨーカートロシアは日本に宣戦線布告を行った。日露戦争は1905年9月に、日本の勝利をもって集結し、旅順港は陥落。日本が支配権を確立していた朝鮮半島と中国東北部へのロシアの侵攻は、失敗に終わった。また、日本は朝鮮を経由して、 沿海地方へと進行するという脅威をロシアに与えた。ポーツマス条約が後に発行し、日本とロシアの双方が満州から撤退しその支配権を中国に返すことで同意したが、日本は同時に両東半島の咀嚼権を手にし、満州南部にロシアが展開していた満州鉄道も手にした。日本はさらにサハリンの南半分もロシアから獲得した。 ロシアは朝鮮への侵攻の恐怖と日本の軍隊による朝鮮人ゲリラの追放により、沿海地方の人口の大多数を占めるようになった朝鮮人に対し、土地を没収するよう圧力をかけることとなった。1937年から1939年までの間、ヨシフ・スターリン指導下にあったソビエト連邦は、朝鮮人が日本のスパイとして活動することを恐れ、 20万人以上の朝鮮人をウズベキスタンやカザフスタンへ追放した。約10万人の朝鮮人が強制移住させられる列車の途上で、飢餓、病気、寒さで亡くなった。多くの集団の指導者に対して粛清が行われ、高麗人は強制移住以降の15年間中央、アジアの外旅行することを禁止された。高麗人は朝鮮語を使用することも禁止され。 ポリオマルド、ロシア語の使用が普及するにつれて朝鮮語の使用頻度も次第に下がっていった。日ソ国境紛争はソビエト連邦と日本の間で1938年から1945年まで続いた国境紛争である。満州国と朝鮮の支配権を確立した後の日本はソビエト連邦の領土に軍事的な関心を再び持つようになった。日本と ソビエト連邦の間の紛争は満州の境界付近でたびたび起きた。最初の衝突は沿海地方で起きた。上古本事件は満州国がソビエト連邦が自国領と主張する地域に対して軍事的な侵攻を試みるものであった。この侵攻はソビエト連邦が北京条約においてロシア帝国と清が交わした国境策定に関して 認識を誤っているという日本の考え方から行われたものであった。沿海地方は残る国境紛争のすべてが満州国内で起きたにもかかわらず常に日本の侵攻を脅威に感じていた。弱体化した日本がその支配領域を満州国、毛古連合自治政府、南サハリンとしたことでこの紛争は第二次世界大戦前に短期間で終了した。 沿海地方は第二次世界大戦においてソビエト連邦と日本双方の戦略的要衝となりソビエト連邦と連合国は朝鮮を経由して日本へと侵攻する上で鍵になる土地であると考えたため境界上での衝突は資源に起きた1941年から1945年まで日本はロシア東部への大規模侵攻を始める上でこの地を鍵となる場所とみなし 日本とソビエト連邦の軍隊は、境界上で激しい衝突を繰り返した他、沿海地方、満州国内部でも戦闘が起きた。沿海地方は、第二次世界大戦時、連合軍が日本に到達するための朝鮮への進行計画を立案するソビエト連邦の太平洋、司令部が置かれていた。1945年8月にソビエト連邦は、対日参戦をし、 満州と朝鮮北部と南からふとと千島列島を占領した。満州と内モ古は中国に返還され、旅順と大連については日本から咀嚼権を引き継いだ後に中国に返還れた。1948年10月、ソビエト連邦は沿海地方から朝鮮半島北部へと進攻し、アメリカ合衆国は朝鮮半島南部へと兵を進めた。 これにより、ソビエト連邦の影響下にある共産党が建国した北朝鮮と資本主義国家が影響力を持つ韓国が設立された。1950年6月25日、沿海地方から北朝鮮へと訪れたソビエト連邦と中国東北部軍隊の援助を受け、北朝鮮の軍隊は38度線を越えて侵攻を開始、朝鮮戦争が勃発した。 北朝鮮と韓国による停戦合意で集結した戦争後、国境線はおおよそ38度線の付近にまで戻す形で再び策定さ。沿海地方は冷戦の期間中ソビート連邦の安全保障に関して極めて重要な地域となった。中国とは1969年から中ソ国境紛争が勃発して国境線が確定していなかったが、 1991年から中国と国境を確定する動きが出てきて2004年までに国境線が確定した。ウラジオストクは1974年に戦略兵器制限交渉の開催地となった。当時ソビエート連邦とアメリカ合衆国は様々な核兵器システムに量的制限をかけることを決定し ICBM ランチャーの建設を中止した。ウラジオストクと 沿海地方のその他の都市は太平洋艦隊基地のためその後すぐに閉鎖都市となったヨーロッパ・ロシアから遠く気候が厳しい極東で主にロシア人の定住者を増やすことは経済開発と軍事の両面で重要な課題であり続けている1906年ロシア帝国首相に就任したピョートル・ストルイピンは極東に移住する農民に一人当たり15 ヘクタールの土地を無償提供する制度を導入した。1914年までに約353万人が極東へ移住し、西部に戻った102万人を除いて残留した。ロシア帝国を引き継いで極東開発を重視したソ連が崩壊した1991年時点で806万人いた。人口はロシア連邦初期の経済低迷や社会的混乱で激減した。 2002年全ロシア国勢調査によると極東連邦管区の人口は669万2865人である。この人口の大部分が南部地域に集中している。極東ロシアの広範囲にわたって670万人の人々が 1km あたり約1人の地域に居住しており、極東ロシアは世界でも有数の人口密度の低い地域となっている。 極東ロシアの人口はソビエト連邦崩壊後、急速に減少しており、これはロシア連邦成立後も変わっていない。極東ロシアの人口は過去15年で14%減少した。2016年の調査によると人口は約620万人。民族的にロシア人とウクライナ人がこの地域の主要民族となっている。 極東ロシアの人口の75%が都市圏に集中している。以下に極東ロシアの大規模都市を記す。伝統的に極東ロシアを居住地としてきた民族には以下のものがある。前述のような極東の人口減少問題への対策として極東1ヘクタール法が2016年5月より施行された。極東移住を促すロシア政府の 東方重視政策の一つである。同法では、ロシア国民に対し1ヘクタールの無償土地を支給する。2017年2月までは、極東の国民のみ申請できる。2月以降、全ロシア人が申請可能となった。極東1ヘクタール法では5年間の土地利用を条件とし、条件を満たせば6年目から利用者の所有地となる。土地の利用目的は、農業用地。 商業用地、宿泊施設、工場など決まりはなく、土地を利用することを第一条件としている。2017年2月からはインターネットでの申請を受け付け、利用者が増加した。ロシア政府は100万人の申し込み者数を目標としているが、2018年初めまでの申請は約11万人、実際の土地を対応されたのは約3万6千人にとどまっている。 不便で開墾に不向きな土地が多いほか、ネネツ人など先住民族による狩猟との摩擦、遺跡破壊といった問題も起きている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。